ピラレタエンボスカダアルトス地区の境界コルゲーラ県は、パラグアイ南部の県。2016年の人口は29万5256人で、18、県中のない。県とはカークペ。17世紀から18世紀の間、侵略者のスペイン人は、先住民の激しい抵抗を押し潰していった。中には、トバティのように、ピラポ川の北岸から南岸に避難した町もあった。 小さな町が多く建設され、18世紀末に向けて集約されていった。1864年に三国同盟戦争が始まると、ベルナルディーノ・カバレロ率いるドイツ系移民政府がいくつかの町を建設した。1881年、今日は観光都市に成長したサンベルナルディーノが建設された。1906年、カラグア大県が設置された。 1945年、コルディエラ県に改名された。1973年、現在の境界が確定した。パラグアイ川から3 3トル離れており、マンデビラ川やピリベブイ川等の支流が流れる。一波辛イ湖は、長さ2 2トル、幅後から6キロメートル、深さ3 0 0ルである。穏やかで乾燥している。最高気温は、摂氏39度、 最低気温は摂氏3度で、年間平均気温は摂氏22度。年間降水量は1536ミ、mm、リメートルで、6から8月は雨が半減する。ありがとうございます。